東洋経済日報は在日韓国人によって創刊され、韓国経済や日韓問題、在日韓国人の生活などについて報じている日本の新聞社である。本社を東京、支社をソウル、大阪、名古屋に置いている。日本で発行される新聞としては唯一の韓国経済専門誌として、韓国や北朝鮮の経済、社会、文化、 スポーツなどのニュースのほか在日韓国人社会の動向などを日本語で報道している。韓国経済の現状や動きについて解説や論評を加え、専門家が背景分析。韓国主要企業特集や日韓間の経済交流、話題のニュースなどをテーマとした臨時増刊号も随時発刊している。他に韓国のエンタメや文化、 観光情報を載せたタブロイド版情報誌、他に、韓国語による産業特集や訪日韓国人観光客向けの日本観光特集を随時発刊している。毎週金曜日に発刊。ブランケット版。年間購読料15,600円。1946年4月、在日韓国人による開園制の日刊誌として神戸で送刊された。 総監の目的は在日韓国人社会の生活、文化の向上、及び経済、文化、スポーツなどの交流拡大などであった。その後、大阪支社、名古屋支社を順次開設し、1960年に東京に進出、同年に富山総局及びソウルの韓国支社を開設した。1965年の日韓国交正常化前に韓国に 死者や死局を開設したのは日本の報道機関として東洋経済日報が最初であった。現在はソウルのプレスセンタービル内に韓国支社を設置、東京を本社としている。ありがとうございます。